こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人の男性が断捨離すべき服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕自身ですね、現在40代で日々いろんな服を買うような結構特殊な生活をしているわけなんですね。まあ YouTube を撮る中でいろんなお洋服をですね、僕自身が体験する必要があるのと、プライベートの僕自身もですね、やっぱり服が好きなのでいろんなテイストの服を買うわけなんですが、そうなるとですね、ちょっとした隙にクローゼットがパンパンになって、もうですね、大変な状況になってしまうわけなんですね。ですので僕は日常的に断捨離を取り入れるようにしているんですが、40代以上の大人の男性であれば、やはりですね、これまでの蓄積でクローゼットの中がパンパンになっている方少なくないかなと思うんですね。僕は普段はですね、個人向けのスタイリストとして活動しているので、いろんなですね、大人の男性のご自宅に伺ってクローゼットの中をですね、診断したりだとか、クローゼットの中身を取り出して、これは手放しましょう、これは残しましょうみたいな、そんなお手伝いをすることもあったりするので、まあ本当にですね、40代以上の男性って服がですね、溢れ返ってるなというのをですね、日々実感してるわけなんですね。おそらくですね、僕の YouTube を見ていただいている方というのは日々ですね、いろんな情報を集めている方なので、まあどうしてもそうなると、あの YouTuber の人がこれをお勧めしてたなとか、大山さんこれいいなって言ってたなっていうことで、いろんなものを買うと思うんですよね。そうなるとクローゼットパンパンかなと思うので、まあぜひ今回の動画を見ていただきながら、クローゼットの中を開けていただいて、もう気合を入れて断捨離をしていただきたいなと思ってるんですね。まあ、僕の中では服を買うこともおしゃれになるためには重要だと思うんですが、その前にですね、今どんな服を持っているのかを把握すること、そしてなるべく断捨離をすることで持ち物をスマートにコンパクトにすることですね。そうすることで自分の着こなしの管理もグッとしやすくなるので、この断捨離の段階がめちゃくちゃ重要だと思っていますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考しながら週末断捨離を進めていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に40代以上の大人の男性が断捨離をすべき服をですね、皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、30代の頃に買った服ですね。まあこれはですね、どういう意図でお伝えしてるのかというと、まあ僕たち40代世代にとって30代の頃というのは本当に数年前かなとは思うんですが、結構ですね、僕自身も実際に40代になって実感したことなんですが、30代と40代でやっぱり気持ちだとか感覚って微妙に変わるもんなんですね。僕も39歳から40歳になった時には結構苦笑いしましたね。いや、40代になったのかと、もうちょっと40代って大人っぽいと思ったのになというふうにですね、僕自身結構心境の変化だとか気持ちの面でもガラリと変わった部分があるんですが、まあ30代の頃に買った服ですね。まあ30代の頃に似合っていた服と、また40代以降に似合う服っていうのはまた微妙に変わってくるんですね。まあ30代の頃であれば、ある程度トレンド感が強いものでもなんとなく着こなせていたなっていう感覚もあったんですが、40代になってから、まあ、そういったトレンド感が強すぎるものだとちょっと雰囲気合わないなとか、気持ち的になんかしっくりこないなっていうのがあったりするので、30代と40代でやっぱり着るべき服っていうのも徐々にでいいので変えていく必要があるかなと思うんですね。まあ、そんな時に30代ですね、まあ、特に前半に買った服だとか、あとは中盤も結構厳しくて36、37ぐらいに買った服というのはちょっと似合いづらくなってるなっていうのが実感としてはあります。また37、8ぐらいからもですね、数年経つことで自分自身も変わればトレンドも変化していますので、今の時代だとか今の自分にフィットしたようなお洋服に買い替えた方がやっぱりですね、素敵にも見えやすいかなと思うので、30代で買った服というものは一度見直して、これ今の自分に合うかどうか、今の空気感に合うかどうか、ここをですね、目安にして考えてもらうといいんじゃないのかなと思います。まあ、実際僕のクローゼットの中を眺めてみると、なんだかんだでほとんど40代以降に買ったものが多いんですね。まあ、中には30代の頃に買って大切にしているものもあるんですが、まあ、全体の中で2割程度かなという感じです。時代の変化だとか今の自分の年齢に合わせながら、ある程度フレッシュさだとか清潔感を漂わせることも大事なので、30代の頃に買った服というものはまずはクローゼットの中から取り出してみてですね、もう一度手放すのか手元に置いておくのか、このあたりをジャッジメントしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、
クタクタのブランド物の服だとか古着ですね。このあたりは40代以降の大人の男性であれば手放した方がいいのかなと思います。まあ、僕たち大人世代にとってもですね、20代の頃だとか30代の頃ってですね、お気に入りのブランドだとかショップってあったと思うんですね。まあ、ここのロゴが入ってるとかっこよく見えるんだよなとか、気分が上がるんだよなっていう服あると思うんですね。ちょっと頑張って投資をしたブランド物の服なんかはなかなか手放しづらいかなと思うんですが、まあ、実はこういったブランドというものもですね、長年ずっと人気のものもあれば、その一方で昔は結構流行ってたけども、今見るとちょっと旬超えていてなんか古い感じがするよねっていうブランドもあったりするんですね。このあたりは結構おしゃれが好きな方だとかセンスのいい方であれば肌感覚で分かったりするんですが、まあ、なかなかですね、思い入れがあったりするとそのブランドがちょっと古臭く感じるかというところがですね、気づかない方も多かったりするので、ブランド物の服なんかはかなり注意が必要かなと思います。まあ、特に先ほどの項目とも関連するんですが、30代の頃に買ったお気に入りのブランドの服だとか、まあ、そういったブランドネームがついていてもですね、だからこそですね、僕は手放した方がいいかなと思うんですね。そういったブランドの世界観が色濃く出るものの方が割と古臭く見えやすいんですね。一方でベーシックなお洋服であれば、ある程度はそんなにデザイン性って変わらない部分もあるので、今着てもなんとかなるものも多かったりするんですが、ブランドものの世界観だとかエッジがしっかりと立った服ほど古臭く見えやすいので、僕は手放した方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、そういったブランドものの場合はですね、捨てるのではなくてリサイクルショップに買い取ってもらう時にも幾分ですね、他の服よりは高く買い取ってもらえたりするので、まあ、積極的にどんどんですね、そういったとても気に入っているブランドものの服なんかもどんどん手放した方がいいのかなと思います。まあ、それと合わせて古着もそうですね、30代の中頃ぐらいからよく着ているようなブランドものの服もそうだし、古着ですよね。まあ、ジーンズだとか古着屋さんで買ったアイテムだとか、そういったものも、まあ、ある程度の若い頃は着こなせたりするんですよね。まあ、実際ですね、20代の方とかが古着なんかをうまく活用していると、まあ、見た目は若々しくてスタイルもシュッとしているので、良い意味で古着とフレッシュな自分との間にギャップがあってうまく着こなせたりするんですが、まあ、僕ら40代以上の男性がですね、古着を着ると古着の古さと自分たちのフレッシュさがちょっと失われた部分が良くも悪くもマッチしすぎてしまって、本当にくたびれた感じに見えてしまうことが少なくないんですね。もちろんですね、いろんなテイストのお洋服をミックスしながら古着を一部分だけ使うというような、そういった着こなしですね、うまくできる方は素敵だなと思うんですが、古着の雰囲気に負けてしまって本当におじさんっぽく見えてしまう可能性があるので、まあ、そういったものですね、クタクタになった服というのは清潔感という観点で言っても、まあ、少しずつ手放していった方がいいかなというのが僕自身の実感なので、よかったら皆さんも一つの指標として頭の片隅に置いていただければなと思っています。続いて3点目なんですが、一生ものだと思って頑張って買った服という項目ですね。これ結構2つ目と近かったりするんですが、まあ、例えばですね、僕の中でもいろんなアイテムをですね、一生ものだと思って買ってきたんですね。その中に結構代表的なのがこのような革靴っていうものがあります。革靴も大好きで、20代の頃から30代ですね、中頃ぐらいまでいろんなブランドを買いました。いわゆるですね、一生ものと呼ばれるようなこの一足を買っておけば一生使えるみたいな触れ込みにですね、僕自身も確かにそうだよなと思ってワクワクしながら購入したわけなんですが、残念ながら一生ものっていうのはなかなか、まあ、難しいものだなというふうに感じています。例えば僕の手元にあるですね、こちらのローファーですね、今見てもベーシックで使いやすいような本当にシンプルなコインローファーなんですね。これクロケット&ジョーンズのですね、コインローファーなんですが、これ非常に気に入っています。僕もね、今もすごく気に入っていて、しかもこれ自分の結婚式の時にですね、購入して履いていた靴なんですね。ですので手放さずにこれからも置いておくかなと思うんですね。ただこれ以外のですね、革靴はほとんど手放してしまいました。ヤフオクだとかメルカリでもう手放してしまったわけなんですね。というのもやっぱりライフスタイルが変わってくると、どんなに良いものであってもそれを履く機会だとか使う機会がなくなってしまうっていうことが少なくないからなんですね。まあ、物というのは使ってなんぼなので、使うことで
どんどん経年変化も楽しめますし、味わいも深くなってくるんですが、ただシュークローゼットの中に置いてあるだけだと、どんどん傷んでくるし、その存在すらも忘れてしまっていて、ただ物がパンパンの状態になっているっていうだけのことも少なくないかなと思うんですね。まあそれに気づいてからは、もうもったいないなと思いましたが、オールデンのコードバンのシューズだとか、いろんなブランドの革靴は手放しました。あとは僕の中では印象的だったのは、画像あるかな、ちょっと探してみたいなと思うんですが、こちらですね。20代の中頃ぐらいにこれまた一生ものだと思って買った JASMB というブランドのですね、レザーバッグですね。これもすごく気に入っていて長く使っていたんですね。昔ちょっとだけ流行ったんですね。視聴者の皆さんは僕と結構世代的に近い方もいらっしゃると思うので、懐かしいな JASMB と思ってる方いらっしゃるかなと思うんですが、まあ、僕はなんか代官山でたまたまそのバッグを持っている時にデザイナー本人と出会う機会がありまして、これジャスさんのバッグですよって会話が盛り上がったこともあったりして、まあすごく思い入れのあったアイテムだったんですが、でもそういったデザイン的にもベーシックで長く使えそうな気がしたジャス MB のバッグも、もう遥か前にですね手放してしまったわけなんですね。まあレザー製のものだとかそういったものって長く使えそうなものではあるんですが、やっぱりその時々の自分自身の気分だとか、あとは時代の雰囲気とのマッチングだとか、そういったもので、いや一生ものだったはずなのに全然なんか最近使わないなってものは少なくないかなと思うんですね。そういったものはどんどん手放して少しでもスペースを空けてあげた方が僕はいいんじゃないのかなと最近は感じています。少なくともこの1年間を考えて、そこで全く使わなかったっていうものはですね、これから先もほとんど使うことはないかなと思います。僕の中でもこれまでいろんなお洋服だとかアイテムを手放してきましたが、あれは手放さなきゃよかったなってものはほとんどないですね。もうほぼゼロに近いと言ってもいいんじゃないかなと思っています。それぐらい最近はまあ時代の流れですよね。ファッションにとどまらず、いろんなジャンルのスピード感がどんどん上がってきているので、まあ、こういった時代において一生ものというのはなかなかですね難しい感覚かなと思うので、一生ものだと思って買ったけども全然使ってないものだとか、あとこれから先に買い物する際にも一生ものという言葉をですね前に掲げて売ってるものとか、そういったものには注意をしながらですね買い物をしていただくとすごくいいんじゃないのかなと思っています。ちなみに今僕の持ってるものの中で唯一、まあ一生に近く使えるかなと思ってるのがこの機械式の時計ですかね。これぐらいですね。こちらで7年ぐらい使っていますが、まあデザイン的にも時計みたいなものは飽きないですし、まあしっかりとメンテナンスをしながらだったら、まあしばらく使えるかなと思うので、これはまだ長い付き合いになりそうかなと思うんですが、その他のレザーバッグだとかレザーシューズだとか、あとはコートだとか、まあ今日はあえて出さないですが、レザージャケットだとか、このあたりも一長羅というものはなかなか難しいかなと感じているので、もしそういったものがあったら、皆さんぜひですね、手放して、まあそういったものを求めている方もいらっしゃるかなと思うので、リサイクルショップに持って行って、次の方へとですね、バトンタッチをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、サイズ感が合わなくなった服というものなんですね。これも僕は断捨離をした方がいいかなと思うんですね。まあ、最近つくづく感じるんですが、まあ、デザイン性みたいなものはやっぱりですね、トレンド感みたいなものが強いものは数年経つと古臭く見えてしまいがちなんですけども、これまたサイズ感っていうものにもですね、流行があって、ある程度の年数経ってしまうとちょっとこう古臭く感じてしまうなということも少なくないんですね。例えば僕は結構イタリアものの服が好きで、いろんなですね専門ブランドのものもよく買っていた時期があるんですね。例えばラルディーニのジャケットだとか、タリアトーレのセットアップだとか、リングジャケットのジャケットだとかコートだとか、こういったものってデザイン的にベーシックだし、あとは素材感もすごくですね上品で長く使えるような名作だと思うんですよね。僕も買ってから結構数年楽しんでいたんですが、まあある程度の年数越すとどうなるかというと、デザイン的には今でもすごく素敵だったりするんだけども、サイズ感がちょっと今の空気感と変わってきてしまうということが起きるんですね。まあ、サイズ感にもやっぱりトレンド感があるので、かつては割とこうジャスト目に着るのが好きだった、割と体のラインを綺麗に見せてくれるのが好きだったんですけども、今は割とこうサイズ感の選択肢も増えてきてますよね。ジャストサイズだとかタイトもこれまたいいんですけども、もうちょっとゆったりめのサイズの選
選択肢も広がってきた中で、ちょっと今の時代の雰囲気だとか、あとは自分自身の気分ですね、少しだけ緩さのあるもの着たいなっていうところと、かつてのジャストサイズで買ったものだとか、ややタイトめに買ったもののサイズ感がしっくり来なくなるってことがあったりするんですね。なので皆さんもぜひサイズ感という観点でもクローゼットの中のお洋服を見ていただきたいんですね。ちょっとこれタイトすぎるかなだとか、ちょっとこうジャストサイズで今の雰囲気からするとちょっと面白みに欠けるかなとか、逆にワイドに振りすぎてしまっていて、これまた今の自分には合わないなだとか、体型が変わってしまってなんかピチピチに感じるなだとか、このようなサイズ感のズレですね、めちゃくちゃ大切です。ここが合ってないとしっくり来なかったりだとか、いまいち全体の完成度が下がってしまうっていうこともあったりするので、まあ、ぜひサイズ感が合わないなと感じた服は積極的に買い替えるタイミングなのかなと思うので、断捨離の候補にしていただければなと思っています。まあ難しいですよね。僕の中でもベーシックな服であれば何年も何年も着られるよというイメージがあったんですね。だけども確かにトレンド感満載の服よりはベーシックな服の方が長く使えるんだけども、だからといってずっと使い続けられるかといったらそうでもなくて、時代も変わるし自分も変わるし、あとは長く使っていればお洋服自体もそれなりにくたびれ感が出てくるものなんですね。それを味わいと取るのか、ただのくたくたと取るのか、なかなか難しいところではあるんですが、自分の中では思い入れがあるのでいいエイジングができてると思ってるかもしれないけど、第三者から見たらただのくたびれた服にしか見えないということも少なくないので、まあ、やっぱりある程度の年数で定番的なものも入れ替えた方がいいので、その際にはサイズ感がしっかりと今の自分自身と時代とフィットするかどうか、ここをですね見極めてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、すごくシンプルな項目なんですが、だけども一番大事かもしれないなと思っている点なんですけども、着ていて気分が上がらない服、これはもう断捨離していいんじゃないのかなと思います。僕自身もですね、本当に日常的に断捨離をよくしているのでこれは実感があるんですが、まあ、どんな風に服をですね仕分けていくのかっていう時にですね、この項目を一番重視してるんですね。まずはいろんな服を見た段階で手に取って気分が上がるかな上がらないかなっていうところでですね仕分けるようにしてるんですね。こんまりさん風に言うんだったらときめくかどうかですね。まあ男性であんまりときめくって感覚に共感できる方は多くはないかなと思うんですが、まあ着ていてこうワクワクするかどうかっていうところですね、そこをですね考えながら仕分けるのが一番早いかなと思います。まあクローゼット開けてもう悩んだ瞬間にもう僕はちょっとなんか気分が上がってないんだろうなっていうのがわかるんですね。一方で気に入ってる服はもう手に取った瞬間に、あ、これはいいよね、これは最高だよねっていう形でニヤッとしてしまうんですよね。そういった服というのはもちろん残す対象にした方がいいかなと思うんですが、これちょっと気分上がんないなと感覚的に思ったものはちょっと別枠で履けておいた方がいいかなと思います。まあそういった気分が上がらなかった服というものを一点ずつ細かく見てみると、例えばなんかサイズ感がしっくりこないんだなとか、もしくはブランドものでいいんだけどもなんか今の雰囲気には合ってないなとか、あとちょっと純粋にもくたびれてきていてシャキッとしないなとか、これまで挙げてきた4つの項目のどれかに当てはまることが多いんですね。なのでまずは感覚で振り分けてみると、でもう一度しっかり1点ずつなんでしっくりこないのかを考えてみると、必ずそこには理由があるはずなので、そういったものに関しては積極的に手放すという形でやっていただくと結構断捨離は進みやすいかなと思います。まあ、ちなみにですね、僕は断捨離をする際にほとんどの服はリサイクルショップに持っていくようにしています。純粋にゴミ箱に捨てるというものはもう着古してしまって、これはさすがにリサイクルショップ持って行ってもちょっと厳しいだろうなっていうものはですね捨てますが、まあそれ以外はですね割とこうリサイクルショップに持っていけばほとんど買い取ってもらえるので、まあそのような形で手放すと割と断捨離は進みやすいかなと思うんですね。忙しい時には最近は僕はラグタグっていうですね、まあ古着買い取りのお店ですねあると思うんですけども、そこから段ボール取り寄せてそこにいろいろと服を入れて送って査定してもらって、それで買い取っていただくようにしてるんですね。そんな具合で断捨離イコール捨てるじゃなくて、断捨離イコールリサイクルショップに持っていくだとか、あとはお近くのユニクロに服を持っていくだとか、 H&M で引き取ってもらうだとか、捨てるんじゃなくてリユースに回すっていうところを考えていただくと割とですね断捨離進みやすいかなと思うので、この5つ目の項目ですね、気分が上がるかどうかでというところで、まずは大きく仕分けをしながら理由付けをしてしっかりと手放すというところですね。ここも含めて40代以上
の方は断捨離をですね、ガンガン推し進めていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代が断捨離すべき服5000というテーマでお届けをさせていただきました。僕はですね、結構動画の中で何度もですね、断捨離についてお話をしてるかなと思うんですが、やっぱり日々ですね、いろんな方のスタイリングに携わってると、服を買うことよりもその前に服を手放すことの方がはるかに大事なんですよね。服を買うなら捨てなさいという本が、まあ数年前にすごくヒットしましたが、本当にその通りだなと思ってまして、まずは今自分がどんな服を持っているのかということを把握する。この把握するという段階っていうのは結構ハードルが高くて、服がたくさんありすぎてしまうと把握はできないんですね。どんな服があって、どんな服が足りてないのかがわからないと、うまい買い物ができないで、また似たようなものを買ってしまうだとか、同じような失敗を繰り返してしまうということが少なくないんですね。これ未だに僕もよくやるので、まずは服を把握するためには、たくさん持っている服を断捨離する中でちゃんと役割に応じた服だけをですね、並べておくこと、ここがすごく重要だなと思ってるんですね。そうすることで無駄のない買い物もしやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介した5つの項目に照らし合わせながら断捨離を進めていただきたいなと思います。そしてその上でこのアイテムが足りてないなと思ったら、僕の動画を見ていただいたりとか、他の YouTuber さんだとかインスタグラマーさんだとか、まあいろんなジャンルのですね、発信者の方もいると思うんですが、まあ彼らはですね、本当に物を紹介するのがうまい人種なんですね。なのでそういった言葉に踊らされて買ってしまうとですね、もう本当に服がたくさんなってしまうので、ぜひ皆さんもですね、大山旬の言ってることだけをですね、真に受け取らずにですね、まずはクローゼット整理をしていただいて、その上で足りてないものをですね、買い揃えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、普段なかなかお伝えすることができないようなセレクトショップのオリジナル以上ですね、ドメスティックブランドだとか専門ブランドだとか、そういったちょっとですね、通目の内容に関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。まあ、こっちのチャンネルの方が僕のですね、趣味趣向が色濃く反映されていたりするんですが、まあ、こちらも見るとですね、また物が増えてしまいそうなんですが、まあ、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を文章と写真ベースで行っているんですね。ですので時間がない時にでも2分ぐらいでサクッとですね、いろんな情報が得られるようになっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山旬でした。また次回の動画もお楽しみに。